刑務所にぶち込んでみたいのがやろうと思ったら、もしかしたら彼ら可能性もできる。でもそれは家族にそれはやらないですよねっていう、社員があっての会社っていうところはこだわってきて、ワールドリポートチャンネル。この放送は三浦康博さんの提供でお送りします。今、まあ、7、8年こう実際にこの国でビジネスを始めてみて、インドネシアならではの難しさとか、こう特有のやりにくさみたいなのとかありますか？まあ、日本としか比べられないんであれですけど、常識感とか道徳感っていうのがあんまり高くないんで、平気でお金を払わなかったりとか、いなくなったりとか、っていうことをするわけですよ。そう、その辺はやっぱりしんどいですかね。例えばうちだとウェブサイトを作りますって言って、結構な時間をかけて3ヶ月4ヶ月とかかけて作ったりするわけじゃないですか。でじゃあ終わりましたって言うと、あもうそれいらないからみたいな感じになっちゃったりするんですよ。じゃないですか。いやいやもう言われた通り作りましたよ、契約書もちゃんとサインしてますよねお互い、いやでもうちのボスがもういらないって言うからみたいな感じになっちゃうわけですよ。じゃあそれをじゃあ裁判して金払ってもらうかっていうと、そこまでうちとしてもパワーをかけてやりたくもないんで、まあじゃあもうしょうがないねみたいになっちゃったりはよくします。なんなんですかね、その何とも言えない、契約書まで巻いてるのに、うん、そのちゃんとしてないことがやっぱりたくさんあるんで、うん、まあよくあるのは社員がこう遅刻したりとか、あのお金盗んだりとか、ちゃんと働かないっていうのはよく聞く話だと思うんですけど、まあ、うちの場合は割と社員の子たち、あの若い子とって、若い時から一応僕のそのカルチャーで一緒にやってくれてるんで、割とうちの子ってしっかりとディシプリン持ってやってくれるんですけど、うん、僕が教育できないのってお客さんの方はなかなか教育できないじゃないですか。そりゃそうだ、うん、ちゃんと払ってくださいって言いますけど、そんなの知ったこっちゃねえよっていう感じで来るんで、まあ、そこの部分は僕結構苦しんだかもしれないですね。お客さん選ぶしかないってことですね。そう、ちゃんとしたお客さんを選んでいくっていうことになっていくんですよ。そうするとやっぱりその申し訳ないですけど、個人事業で、まあ、自分の価値観で仕事してるような人になっちゃうと、レベル感が、お客さんのレベル感があんまり高くない方が多くなっちゃうので、ちゃんとある程度したコーポレートエンタープライズ相手にビジネスをしていくっていうのが、うん、まあ、B2B のビジネスの方ですね、うんうん、あとはまあ価格っすよね。安いと安い企業のその感じに付き合わなきゃいけなくなっちゃうから、うん、結局ねインドネシアであのビジネスしてると、どうしても価格を下げて、あのなるべくたくさんの層にリーチしたくなるんですよ、うん、ビジネスやってると、うん、それをやっちゃうとお客さんのレベルがバーって下がっていくので、最終的にそのすごい不毛な仕事とか、そういう無駄な仕事とかがどんどん増えてしまって、結局お客さんの数が増えても、なんか結果的にその一人当たりの売上とかがあんまりうまく上がっていかないっていうのがあって、まあそこから B2B の方は特にそのなるべくあのちゃんとしたお客さん、ちゃんとお金を払ってくれるお客さんっていう方に動かすようになってきてますから。あとあの聞いたのが、やっぱりインドネシアって外国人がこのインドネシアという国でビジネスをやるときのハードルというのがものすごく高い。うん、例えば制限があったり、外国人だとそれこそ会社を起こせないとか家買えないとか、なんかいろんなことを聞くんですけど、そのあたりっていうのはどうなんですか、タイムドアは。やっぱ家族経営なわけですよ、うちの強みが。なので僕の分身みたいな人を作って、その人がビジネスオーナーみたいになってもらうっていうやり方ができるわけですよ、うんうんうん、それは飲みにっていうやり方なんですけど、飲みに、はい、僕が全部の会社の権利を持つ必要はないわけですよ。ほう、うん、別にそのうちの社員の
子はもう僕は家族みたいなもんだから、で彼女に社長をやってもらって、彼女にビジネスを、まあ、ビジネスのオペレーションはもちろん一緒にやるんですけど、こっちの会社は僕が代表、こっちの会社はこの子が代表、こっちの会社はこの子が代表みたいな形で、こ うまくそのローカル企業化するっていうのはやってますね。ほう、うん、それは信頼できる人がいて初めてできることなんですけど、逆に言うと、でもそうしないと日本人はこっちで会社できないってことですか？できる業種とできない業種があるので、やりたいこと全部好き勝手、日本人だとできないんですよ。でもここの業種はうちの会社として絶対やらないといけないよねとか、やりたいよねっていうのが出てくるわけじゃないですか。例えば今回の教育とか。そう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 、で教育とかも最初は外資ではどうやらやるのはちょっと難しそう、できなそうっていうのがあったんで、あ、じゃあ別の会社を作ろうと。で僕は名前入れずにうちの社員の子に作ってもらうっていうのでやるわけですよね。へ、うん、それはリスクはありますよ。だから僕がそれで聞いたのは、で気づいたら従業員に乗っ取られてた、うん、あ、はいはい、っていうことが、それは僕にも発生、可能性あるってことですね、し得ることなんですけど、例えば会社の税金をうまく分かんないけど、なんかこうぐちゃぐちゃになってて、日本人のあいつのせいだって言ってる、うん、僕をどっかすっ飛ばしてなんかやって、僕を刑務所にぶち込んでみたいなのがやろうと思ったら、もしかしたら彼ら可能性もできるかもしれない、ね、うん、でもそれは家族にそれはやらないですよねっていう思想の問題なんで、僕にとってみたら、だからそれがさっき言った家族系っていう、そういうことなんですね。はい、うん、その関係性を築いて、そこを信じて突っ込んでいく、うん、で最終的にもしかしたら後ろからバサって切られるかもしれないけど、まあそれはそれ、その程度の関係性しか作れなかった、まあ、僕の問題っていうふうに、もう最終的にはまあ割り切れればいいかなと思ってるんで、まあ幸いそういうことは今まで発生してないですけど、まあ最終的にはそうだよね、家族信じて裏切られたらしょうがないよねぐらいの気持ちではいいんですけどね。それでも本来だったら、日本だったら全然考えなくていいリスクですよね。そこはもう外国に来て外国で働かせてもらってるんで、そこのルールでできる範囲のことを僕は外国人としてやって、できないことは逆にローカルの人にやってもらう。でもそこで生まれた売り上げをちゃんとそこで一生懸命働いた人たちでシェアするっていう、そこの考えだけちゃんと持っていれば、まあ、そこでおかしなことが起きることっていうのはそんなにないのかなとは思ってるんですけどね。さあではご飯の時間ということで、ちょっとランチタイムお邪魔してみたいと思います。何時でも何時でも12時から1時。あ、1時間。誰かがここで強い人たちにいいですね。休憩時間。シエスタになります。じゃあもうご飯食べて。食べてから。低いですね、飯食べ終わって寝てる人がいたり、そうそうそう、ちょっと行く。この時間も結構大事ですね。ああ、そうか。うちの会社のカルチャーとしてはやっぱこう友達以上の存在になってほしいから、うん、ちょっと家族みたいな感じで一緒にご飯食べて楽しくお話しして、こういう意味では、まあ、いわゆる福利厚生じゃないですけど、こういう場所があったりとか、うん、大きいですよね。結構気持ちのいいオフィスだから感じるのは、その経営者とかがそんなに社員をめちゃくちゃ大事にしてるっていうのがあんまり見受けられないのが結構多い。そこまで行ってないの、なんか駒だと思ってるから。あ、なるほど、チームだと思ってないんですよ、メンバーが。すごいそこがやっぱり言ったことだけやればいい。支配する側と支配される側の差みたいな。僕らはそこは、ね、もう少し社員があっての会社っていうところはこだわっていきたい。うん、おーかだんごおいや、動画って回せるんですか？
よく食べれるんですか？なんで日本人で？なんで日本人で？日本人で？日本人で？びっくりした。よくびっくりした。今日はですね、こちらにやってまいりました。ダダン。はい。この辺でちょっと、わかりますかね。豊さん。今日これ何やるんですか？今日はちょっと、ムエタイやります。ムエタイ。はい。今日日曜日朝なんですけど、はい、運動しましょう。8時半から連れてこられて、はい、連れてこられてえ、ルーティンなんですか日曜日の朝が。僕毎週日曜やってますね。ということで今日はちょっと初ムエタイチャレンジなんですけども、はい、やってみましょう。人生初ムエタイ、これはちょっと動画上げないとな。なるほど、はい、行ってみたいと思います。はい、頑張りましょう。体力落ちてる、ほんと。親指こう上からこう通してこうかな。Oke, nanti yang laki bertiga ya. これでウォーミングアップが終了らしいです。もう無理です。怖い怖い。No. Please. No. Please. Yeah, I'm dead. これはね、好きな日本人もいるし、全然ダメな日本人もいるんで、ちょっとご殺してかかっていただきます。豚のフルコース。おお。ザ。ザ。インドネシアバリ料理。ザ・バリ料理。いただきます。いただきます。これでいくらなんですか？これでまあ、5万600円。500円。うん。
今日の昼飯50円でしたもんね。そのなんか格差が。食生活どうしてるんですか。僕は割とインドネシア料理もいけるんですけど、ローテーションしたいんで、こっちだとデリバリーがめちゃくちゃ。そっか、進んでるから、そういう日本食や料理屋の美味しいやつとかもデリバリーで持ってきてくれるんです。うん、どんな時にきついなとか寂しいなとか感じますか。言って日本が恋しくなる時もあるじゃないですか。日本が恋しくなることはそんなないですけど。ないよ、うん、じゃあ向いてるんですね本当に。ただもちろん授業やってるんで、その中での孤独感とか、そのまあ葛藤とか、社長ならではね、うん、そういうものはやっぱりたくさんありますよね。それは日本だろうがインドネシアだろうが、まあそうですね、会社やってる経営者が抱える得意の悩みですね。まあそういうバリ島みたいなところでやってると同じマインドで同じような境遇でビジネスやってる方ってあんまり周りに覚えない、うん、ない、うんうん、本当になんかインドネシアでナンバーワン取ろうと思って頑張ってたりすると、うんうん、まあ、社員の数もそのそうですね、いないとできないこともいっぱいあるし、うん、社員の数がいればいるほどやっぱ苦しみも増えるんですよね、やっぱ。そういう時にやっぱ孤独感は感じますね。だから結局本当に何の仕事の関係もなく、何の利害関係もないローカルの仲いい友達とかとなんかこう一緒に飯食ったりお酒飲んだり、うん、することによって忘れられたりします。あ、もう仕事とか関係ない、まあ、関係なしでね、うん、あと社員とこうなんか、ね、遊びに行ったり、あ、そうそう、それそれこそ飯も社員と食べに行くとか、うん、しょっちゅうあります。あ、あるんですか、うん、まあ、なんかなんだかんだ社員もいっぱいいると誰かが離婚したりとか誕生日だったりとか子供生まれたりとかいろいろイベントがあって、おう、そういうので集まったり、うん、そういうのを見るのはやっぱ嬉しいですよね。そのもう家族みたいなもんだから、うん、そう、昔から一緒にやってる社員の子たちが結婚したり子供生まれたりして、うん、ちょっと幸せのステップを上がっていってくれてるのは、うん、まあ結構見てて本当にモチベーションにはなるんですよ。うん、培ってきたこの7年8年一緒に生きてきたその時間でその日々の過ごし方っていうのは僕と彼、僕と彼女にしかこうないものじゃないですか、うん、じゃあなんか僕が病気した時にこの人は来てなんか看病してくれたとか、彼女がね親が大変なことになった時に僕はそこの家に行っていろいろ助けたとかっていう、こうやっぱり日々生きて一緒に生きていく中でこう培われるものってあるじゃないですか、うん、うん、それは何か特定のものっていうよりもやっぱりこうずっと一緒に寄り添って生きてきて、うん、なんか彼らが結婚しましたとか子供が生まれました、そういうところを一緒にこうお祝いしたりとか苦しい時に一緒に泣いたりとか、まあ、そういう過ごしてきた時間の中でなんかやっぱ僕の中では育ってきてるっていう感じですかね、どっちかというと。でもそういう意味ではちゃんと社会のこと向いてインドネシアの人たちに向いてやってるからで、それがお金がとかいろんな理由でそういうちょっといやらしい面とかで入ってきちゃうと逆にそこでめくられて、そうそうそう、あの騙されるみたいなことになる感じがなんかしますね。うん、かもしれないですね、うん、お金、こっちもお金稼ぐためにお前使うんだってなると、あっちも俺もお前使って金稼ぐんだっていう、うん、ちょっとなんか邪悪な関係になっちゃうかもしれないですよね、うん、ちゃんと地域に向いていくとかそういう気持ちって本当
一番もちろん大事にしなきゃいけないんだけれども、その一番オーガニックな部分って、このインドネシアっていうところで起業するんだったら、すごい大事な一つの軸になるかもしれない、ね、うん、やっぱりどれだけ常識感とか倫理感が低くても、やっぱ家族だけはやっぱり大切にするし、うん、裏切らないっていう人がほとんどだと思うんですよね、うん、インドネシアって。だからいかに自分たちの関係性を家族みたいなできるかっていうのは、いい話だな、すごく最初の時から大事にしてますね、うんうん、インドネシアでビジネスを成功させる一つの鍵は、家族をローカルの人たちと気づくことができるか、うん、僕の中ではそういうやり方で成功したいなと思ってますね、うんうん、階段に座り込んで終わらない夢の続きの頑張りまーす。ワールドリポートチャンネル、この番組はエネテク、スズラン鍼灸接骨院、カフェドベルの提供でお送りしました。ワールドリポートチャンネル、ご視聴いただきありがとうございました。さあ、今回の旅の企画、そしてリポちゃんの運営はですね、皆さんからの貴重な寄付ご支援によって成り立っています。少しでも動画がいいなと思ってくれたあなた、少しでもその企画応援してやろうと思ってくれたあなた、ぜひとも寄付ご支援のほどよろしくお願いいたします。サイトはですね、下のリンクから飛べるようになっているんですが、リポちゃんの寄付サイトに飛んでいただきますと、任意の額を打ち込むことができるようになっています。クレジットもしくはペイパル両方とも対応していますので、あなたの貴重な寄付ご支援がですね、次の旅、次の取材へとつながっていきますので、何卒何卒貴重なご支援よろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。